ボートレストだゴールデンウィークシリーズ第28回ウィンビーカップ、このレースで準優ベスト18が出揃います。予選ラストカードの12レースを迎えました。11レースを終えた時点でボーダーラインは先ほど2着だった中村博信の 6.00 にまた上がっております。対戦メンバー1号艇中澤和志、2号艇甲賀隆一、3号艇秋山直之、4号艇川上俊明、5号艇大谷健太、6号艇関根明人、以上の6名です。このメンバーで当確ランプは1号艇3号艇中澤秋山の両選手、その2人が人気となっています。ここをしっかり押し切れば順位はセンター枠あたりになりそうか。中澤の陰線です。2コース交互、自力での突破のためには4着以上が必要か。交互3コース秋山、ド迫力ターンで4連勝中、このレーサーが順位のどのレースに入るのかも注目。現在は4位の秋山、そして4コース角は川上、今日はずっとこのレースを待っていました。待っている間にボーダーライン付近を行ったり来たりしておりました。現在19位、自力での突破へは2着以上が必要な川上、そして大谷はチルトを跳ねました。関根6コースともに前半は連帯しています。枠番通りの3対3、進入体系インコースから1番2番3番、4番5番6番です。12レーススタートしました。1、2コース、4コース、5コースあたりも目立ったスタート。1マークに向かいます。寄せようとした川上、さらに隣から5号艇の大谷、1周1マーク、うちの2人がちょっと競り合ってしまった。中澤と甲賀が流れたところをずっぽり刺した3番秋山、6号艇の関根まで上がってまいりました。スタートは前提正常、最終レースは波乱の様相ですが、突き抜けた3号艇の秋山、2番手争いは2艇3艇混戦です。6号艇の関根、内側から4番川上、1号艇中澤が待って刺してくるが、この刺しはどうでしょうか。まだまだ2番手争いは混沌としています。抜けているのは3番の秋山、2周目に入っています。2番手争いは6号艇の関根が大外わずかに優勢ですが、内側から中澤がさばいてきました。インコースから中澤、間にいる4号艇川上、待って刺してくる6号艇の関根明人、これがうまく入ってきた。6号艇関根、1号艇の中澤、この2人による2番手争いです。4号艇川上、現在は4番手になりました。そして2号艇の甲賀がなんと最高峰となっています。さあ秋山はもう完全なる独走でありますが、2番手も連れている。その中から6号艇の関根が抜け出しを図るが、4号艇川上も諦めない走り、この辺りはさすがは納豆走法であります。粘り強い走りで上がってまいりました。2、3番手定冠わずかに一定身です。4号艇川上外に振る、1番中澤この争いから交代、4番手最終周回1マーク、6番の関根先輩、インコース小回り差しは4号艇川上ですが、やや膨らんでいます。現在3番手4号艇川上、その後に1番の中澤が続いております。上位体系は3番6番4番となりました。ぶっちぎりました3番の秋山、最終ターンマークをクリア、2番手6番の関根、3番手4号艇の川上、ちょっと失速しているがなんとか大丈夫か。3番手 341.1 倍、先頭3番秋山五輪、6番の関根五輪、4番川上五輪、1番中澤五輪、5番の谷、ラスト2番の甲賀五輪。